ドラゴンクエストタクト、エースランク防具、太陽の冠。この装備、耐性すごい。おはようございます。こんばんは。ダンチュンです。ご視聴ありがとうございます。本日は、第2章が来ました、ドラクエ8イベント、新装備、太陽の冠についてお話ししていきたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録、グッドボタン、通知登録のベルマークもよろしくお願いいたします。それでは、お品書きとしまして、一つ目、おすすめ周回場所。二つ目、狙うべき錬金効果。三つ目、錬金50連。最後にまとめて終わりたいと思います。では早速行きましょう。一つ目、おすすめ周回場所。はい、今回イベントのグランドチャンピオンへの道。これが新しく来ております。こちらのモンスターバトルロードに、はい、下から C 級、B 級、A 級、S 級と4つありますが、まあ、いろんな情報を集めたり自分で回ってみたりして、基本的にはこちらの S 級を回るのが一番いいと思います。まあ、ドロップ率的にっていう話なんですけども、まあ、1本あたりスタミナ10前後で落ちてくれますので、こちらで太陽の冠集めていきましょう。ただ、まあ、ミッションをね、コンプすればスキップチケットでね、回ることできるんですけども、ちょっと難しいよっていう方は、なんとかキャラをね、育成していただいて、まあ、初期からやってる方でしたら、私はこの今、並んでるパーティーで、フルオートで一応クリアすることはできます。このパーティーだったら、才能ポイントを集めつつ周回できますので、オートで周回できる方は、まあ、スキップチケットもね、何百枚もある方ない方いると思いますので、周回していきましょう。A 級回るよりは S 級回る方が3倍から5倍ぐらいドロップ率いいと思います。では、二つ目。狙うべき錬金効果。こちらのお話に移っていきたいと思います。今回のですね、装備、太陽の冠。こちらはですね、制限があります。制限とは、装備可能なタイプがあるんですね。で、このタイプなんですけども、太陽の冠を装備できるのは、魔法タイプ、補助タイプ、妨害タイプ、この3つになります。装備ができないのは、攻撃タイプと防御タイプです。今回、この太陽の冠を装備して、これから使っていくっていうキャラは、主に魔法タイプだったら、ゼシカ、バーバラ、グラコス、竜王、ワイトキングみたいな、まあ、時々 MP 回復とかついてるキャラとかね、そういうキャラがいいと思います。で、次に補助タイプ、セラフィー、クリフト、クレリア。そして3つ目に妨害タイプ、シドウ、大魔王、ミルドラース、ヘルクラ。あとね、時々 MP 回復が実はついてるクイーンスライム。このキャラにも結構いい装備になるんじゃないかなと思っております。そして、今回、まあ、もともと基礎ステータスで MP プラス14と守備力8がついております。そして特殊効果で混乱耐性がプラス 10% ついてると。そして錬金抽選一覧がこんな感じです。混乱耐性プラス 10%、ドルマ属性呪文耐性 8%、MP がプラス13、虹色でついております。さあ皆さん、あなたならどれを狙いますか？はい、私なりにちょっと意見をまとめてきました。まあ、金でもね、MP プラス12、プラス11がついております。そして、金銀と下がっていくと混乱耐性とか一気に下がっていきます。10、6、4と下がってしまいます。なので虹色で3つ揃えればかなり使える装備にはなると思うんですが、中途半端にね、金と銀とかが混ざってしまうとあんまり使えないかなと思います。ここはまず簡単に MP を狙っていきましょう。一番出やすい可能性が高いです。まあ揃いやすいって感じですね。そしてこの太陽の冠と比べるのがこちら S ランク装備、黄金のティアラ。これも魔法タイプ、妨害タイプ、補助タイプとなっております。こちらはですね、虹に MP はなくて金の MP がプラス12、これが最大つくと36、足して14すると最大50まで上げることができます。ただ私は今のところ MP が2つしかついてませんし、一応素材を100個残してます。まあ、これは一応理由があるので後で説明しますね。そして今回の太陽の冠、こちらはですね、私は MP を狙っていっていいと思います。まず汎用性高く MP を2つから3つ揃えましょう。できれば13、12あたりを2つ揃えていくだけでも MP を40以上上げることができます。で、今ねゴールドない方もたくさんいると思いますので、とりあえず MP2 つとか色が悪くても3つとりあえず狙ってください。で、私が思うにですね、今後のドラクエタクトの方向性によっていつも言ってるんですけども、装備が増えていくとですね、まあ今は貴重な MP が上げれる防具多分当分使うと思います。向こう1年とか2年とか使う可能性は高いです。ただね、装備ってもう今でもめちゃくちゃあるんですよ。かなり増えてきております。はい、今回の重要ポイント、ここです。まずは汎用性高く MP で揃えて使っといてください。向こう1年2年ぐらい使えると思います。そして今後装備が増えていった暁にはもう MP 盛りの防具がね、これより高い数値がついたとか、1000級の装備、レギュラーで使う装備じゃなくなったという時がいつか来ると思います。その時に混乱耐性を
まあ、2つ3つつけるとか、ドルマ呪文耐性をつけて狙わせるキャラを変える、大弱点でも連れていくときに装備ができる、その時のためにいい錬金ができたら素材をある程度貯めて置いときましょう。それが私一番いいと思います。なので私は黄金のティアラ、まあ、ある程度2つ MP を取っといて、まあ、今でも1000級で使ってます。そして素材を今100個貯めてる、置いてる状態です。この黄金のティアラとかもまた MP がたくさん上げれる装備が増えてきた、もう5個10個出てきたという時に、あ、じゃあこの黄金のティアラを呪い耐性とか異様属性耐性で揃えて錬金し直して、また使える装備にまた変えるというのが、まあ、先を見越した錬金の考え方としていいんじゃないかなと思いました。ということで3つ目、錬金50連行ってみたいと思います。まあ、とりあえず汎用性高く今すぐいい感じで使える装備として MP をね3つ盛り狙っていきたいと思います。おそらくですね、今ラプソーンの巨大ボスバトルが来てると思います。あちらでね、おそらくすぐにでも使えると思いますので、ラプソーン終わるまである程度いい段階の錬金に変えといて、その後 MP に変えて素材だけ置いとくとか、そういうのもいいと思います。ドルマ呪文耐性 14% いいですね。なかなか面白い装備だと思います。あ、混乱耐性 10% と MP18、 はい、とりあえずこれにしましょう。あ、楽しいですね、やっぱ錬金楽しい、錬金。しかもね、 S ランク装備はねさらに楽しいんですよ。お、賢さはいらない。うん、こんなん微妙ですね。混乱耐性2つで 6% とかね、やっぱ虹が出るといいよ。さあ、ゴールドもねなくなっちゃうので、とりあえず50連ぐらいでいいのが出てくれたらいいな。 MP13、 うん、中途半端だな。やっぱ MP2 つは欲しい。さあ、いいの来て。3つ揃っちゃって出ないね。どんどんいきましょう。あと30連どないですか。あー、 MP2 つだけど14、微妙ですね。はい、続いていきましょう。もう一丁。あ、ゴールドがやめて。おっと、混乱耐性 20% と呪文耐性 6% ついていく。今後ね、もう MP 盛りの装備いっぱい出てきて使わなくなったなってなったら、その時私はこんな装備をね多分作ると思います。混乱耐性よりはドルマ呪文耐性の方がまだ使うかな。その時のね環境にならないとわからないんですが、まあ、これ 10% ついてるし MP18、 まあまあいいと思います。クレリアにもね使える。はい、どうですか。うん、来ないね、来ないね。じゃあ、あと15連。あ、やばい、 S ランク装備どうですか。微妙だね、中途半端ですね。耐性だけだとちょっと中途半端です。さあ、あと10連もうちょっと MP 欲しい。あんま出ないね。賢さが結構邪魔してくるやつ。そうですか。はい、ではラスト5連。 MP3 つ、いい色で、太陽のカンムーリー、ムーリー、 MP 全くないからムーリー。ということで、はい、とりあえず50連やって、単純は太陽の冠 MP18 なので合わせて32、混乱耐性がプラス 10% ついて 20% という形で一旦初日はステイしたいと思います。これからね、太陽の冠多分私150とか200貯めて MP3 つ狙いに行きながら、素材はね100個ぐらいストックしとこうと思います。はい、まとめとしましては、汎用性高く MP2 つ3つを狙っていく。2つ目、ゴールドと相談しつつ素材だけしっかり貯めておきましょう。今後のタクトの方向性によって耐性が必要になる可能性があります。プラスアルファ装備はね今後も増えていくので、使わなくなった時にまた耐性を錬金し直すように錬金素材をストックしておきましょう。ということで本日はご視聴ありがとうございました。さあ、ククールガチャもね来てますので、次のライブでねまたやりたいと思います。S ランク装備でゴールドめっちゃかかるんで、早めに MP 盛り来なかったら痛いような。